最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ、成功いただきます。1、絶対成功取られてる、2、これクロスナイズしない、1、2、クロスナイズできるます。先行いただきました。さあ、いきます、ドロー。7分だから大丈夫で、はい、はい、誤差するんだな、チャージドロー。電流回避薬2回攻撃始める、ライフ2、ツードロー、すげえ強い、えい、えい、ライフ5以下じゃないのでドローできるんだ、変身とは。リオデン、ワンゲージ、うわ、最強カード、ワンライフ、ワンドロー、バドしかない、最強カード。これフレーバーテキストにそういうこと書いてなかったっけ。このカードはバディファイト、すべてのカードの中でも特に強力なカードだ、うん、書いてある、フレーバーテキスト、そう、フレーバーに書いてある、イケッチが書いてある、イケッチが書いてある、これ絶対デッキに入れろって書いてある。持ってたらとにかくデッキに入れてみよう。おかしいな、書いてあるね、書いてある、特に強力なカードだ、びっくりマーク、持ってたら とにかくデッキに入れてみよう、びっくりマーク。分かる、違うんだ、これが最強っていう体でカードプール作った方がいいんだって。バトル3点、あ、弱くね、それ、何それ、3点、ただの先制パンチ野郎です。弱そう、ドロー、重量先行3点っていうのが強いっていう、そういう感じ。そうそうそう、昔はよくね、デンジャーワールドでね、あのアーマーナイトガーゴイルをね、あの先行行った目に出してね、先制パンチってよくやってたもんですよ。じゃあ、ドロー、ドロー、あー、弱い、さっきよりハンド弱い、ドエルコード入れて出した方が良かったですね。そう、ここ、それじゃないとか、こいつ出しておけば、チャンスあったんじゃないかと思って、俺がここでチャージ。アスモダイ、登場時、手札を捨てる。捨てたら相手の場のカードを手札に戻す。ライフが足りないかな。その場合、ライフリンクって受けるんですか。受けますね、場を離れる。場を離れたので、ライフリンクで、残り8。インフォメーション、キン、五感、コール。多分、あれ止めたら普通だろうと思った。どうぞ。ダメージコントロール設置、うん、あ、そうだ、オープンでフラッグしなかった、この頃のサーフなんて、そんなのジャッジキルだ。じゃあ、アタックしまーす、バイバイ。スペースエレベーターが本当あればね、格別なんだ、シュー、あ、これは無効化カードね、勝てない、一旦ビシュー、大会が終わったらすごい、一旦スモダイの分身、こいつをドロップして、で、カード名にアスモダイを含むカードをドロップからコールで、なるほど、2ターン追撃、野菜出てるし、ブシューン、復讐に追撃出る、ブシューン、ターン終了、多少気持ちが落ちてる、弱いな、ナイスワンとか打てなかった、強弱い、もう野菜って言ってる、チャージ、野菜強いのか、新流回避ネタとして持ちたい、お、ライフもう3、2じゃん、2ドロー、2しかないじゃん、ライフ、リオデン、おいしい野菜作ってライフ中、ワンライフ、カレー作る、ワンドロー、食材多いから俺の感じで、ちなみにその結果私のセブンはこんな感じです。強いな、ハンド伸びてるな、確か必殺技がまだ出てない、盤面を固めていくぜ、もう全然ハンド伸びてないですけど、どうしよう、既存のやつだったちゃんとしたエイプリルフールって言うのがない、チャドスパウツしての公開はまだそんなに多くない、エイプリルフールのやつしか今でも出てないから、もうちょっと増えて、超弱い、さ超弱い、そんだけハンドハンドになんで並ばないんだよ、バトル、マジで7000、ここ対抗で入れ替わるんだ、そこ、あ、そっか、じゃあ、真ん中か、真ん中、はい、オッケー、許すか、ポン、終了、何だろう、まあ俺も弱いけど、シモを助けて、久しぶりにデスゲーズ見た、シモを助けて、サージャンドキツク助けて、じゃあモンスター出さない、ホール、分身、アスモダイ、アタックフェイス、イチカが助けて、パワーが低いな、こいつら、でも残念、パワーが低い、でも防御4戦しかない、後ろにいるときに4戦しかないけど3000、2000、5000連携、
激輪、ゲージ1、ライフ1、反撃。反撃どこに？場に残した反撃、もちろん真ん中。そっか、真ん中。まあまあまあいいでしょう。足りなくなったの、うん、やったね。弱え、しょうがねえ。ちょっとレベルの…でもあと2点で来たから、マジカルグッパイ戻そう。お？よし、2点。ほら。ほらなるほど。まだ分身使ってない、分身します。分身すんの？ダン。2点、どうだ。はははは、面白い。でも楽しい。おい、なんでサイズさん、サイズさんが、あ、ここにいた。見て、俺格好出なかった。だから、バディを出さずして勝っちゃうんだね。どっちもバディで。なんで天竜壁2回も打ってんのにさ。サイズさん引けない？なんで？理想場面に ならないっていうのがいいんだよ。これがいいんだよ。理想場面にならないところをどう補うかっていう。よし、そこは怖いよ。なんか最初はグー、こい。まあ、もうこれでサクッと終わりたいね。やった、竜王殿が3枚も来た。じゃあ竜王殿1枚チャージ。そうなるよね。ドロー、やった、天竜壁役だ。ライフに払って2ドロー。えい、えい。じゃあ竜王殿ワンゲージ、ワンライフ、ワンドロー。よし、設置魔法発動。バンリュウフト。なんだっけそれ。ですね、戦線アップ。戦線アップ。ドライト戦線アップ。それだけなんだ。で、このカードがドロップゾーンに置かれた時、君のデッキからサイズゼロの、モンスター1枚まで手札に加えてデッキをシャッフルする。ああ、破壊されるとなんか。マジガン力。あ、これ強かったよね。打点、他の他のドラゴンヘッドの打点を打ち上げる。なるほど。フィニッシャー的なやつ。反撃はないですか？反撃はないんでございます。じゃあね、どうしようかな。ここで1ルートを1枚入れてみる。すると今防御が7000になるわけですね。7000、硬いですね。で、ここでバトル。これは戦線上がってるのか？戦線上がってます。なるほど、合計2000になる。2点。2点、よかった。攻撃力1万、ターン終了。どうぞ、どうぞ。どうしようか。もうこれはいいよ。チャージ&ドローを。いいね。これ行こう。うん、まずグエル。なんだろう。ワンチャージ。そしてバディーコール。200万を集めた。ゲージに払って。徹底的にモンスターいない。あら、クイズ。そして、どうしようかな。少年変化悪魔台、登場時手札を捨てることでバウンスで。やだ。セルガード、うん、ライフ1、こいつ捨てられた時ライフ1払うとワンドロー。これバウンスすごいね、サイズ選ばないんですね。ダメージコントロール、そうだね、これは選ばない。マジカルグッパイとは違う。ゴール、うん、当たって僕はバニラ、バニラですよ。バニラだよ、サイズ0だから採用しちゃう。どうぞ。もう別にいいんじゃない。バンダイソウルケアさんでバトル5回。でもまずこれか、5万で当たって攻撃引きつけないね。そうです。攻撃力5万。見て、パンドルット世代で攻撃力5万だよ、すごくね。えい、キリン、ゲージ1、ライフ1、攻撃力今1万になってる、反撃だ。なるほど。じゃあこいつはゲージ1払い、手札を2枚捨てると、うん、手札を2枚捨てるとお決まりです。お決まりですか。払って手札を2枚捨てると、場に残る。かわいい声が聞こえてきますので、皆さんね。で、捨てたのでバトルビザードザエースでライフ1払ってワンドロー。反撃はハンドがない。反撃はそう。でも一応こいつの効果って何を。あ、でも反撃でも届かないんだ、8000じゃ。いや、1万です。1万上げる届いてるの。そうです、1ル当選と万竜不当で2000上がってますので、ね、で、パワー届いてないので、防御員が7000です。届かなくなっちゃった。やった。このまま負ける。終了。でい、ドロー。やべえ、負けた。今捨てるタイミングじゃなかったな。これでドローしてみ、3ドローを狙った方が良かったかもしれない。
チャージ、ドロー、天竜海部屋、シバルツ SD、ツドロー、シバルツ SD、シバルツ SD、これちょっと強いね、ワンゲージ、やっぱこれでバンプしてるのがマジで強い、ワンドロー、一流通せる、出さねば強くない、で、8000殴ったのは4年の分だね。一番届いちゃってるんだもんね、今届いちゃってる、それが辛いよ、カットビリー、うん、どうせライフ3じゃねえか、じゃあ出ジェットカウル、そう、バトル勝てきつい、そうだ、1万1000、これ連打とかで崩すのがいいんだろうな、1万1000で攻撃でジェットカウルの効果で3000アップ、1万4000、なるほど、やられた、ダウン、ライフリンク2、ライフリンク2、打点が1上がっているカットビリーでセンターに4点は、ダメージコントロール2減らす、あ、ハンドゼロなんだけど、そう無理なんだけど、ターンを終了だ、ドロー無理だな、これチャージ&ドロー、弱い負けたやっただってこいつに引きつけるんだよね、そうです、もう足りないんで火力が足んない、終了、シュッシュッドロー、チャージ&ドロー、うーん、えいバトル、うん、2点、エリティテレックス、ライフ1伸ばし向こう、なるほど、あ、間違った、そこじゃなかったか、4点どの道も無理だ、そうです、ありがとうございます、やったね、分かった、じゃあこれを少年編で遊ぼうだい連打とかする動きがあれば強かったか、そうです、でソウル枯らして、ソウル枯らされちゃうともうダメです、そしたらは、まあ、9000じゃ反撃しても意味ないぜってなってっていうのが理想だったかな、そうですね、あと先生アップやっぱ強いっすね、強いね、先生が強いね、確かに先生アップが強いっていいですね、だからすごい調整されてたんだよね、だからそうなんです、この頃はこの頃はね、100万とか雑にアップするのとは違う、雑にアップするのとは違うんですよ、すげえ調整、プラス1000が強いっていう、プラス1000アップが強いとか、攻撃力7000ラインが強いとか、あ、調整されてたんですよね、数値が、どうした今のっていうね、まあ、今のは今のでね、まあそれはそれで楽しいですけど、まあ、良さがあるんでしょう、ただ武将の批判がすごいですから、あなた、はい、チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。